は吸わないってことですよね。でこれくらいは大丈夫だと思うんですけど、あのいっぱい吸いすぎちゃうとあの大変なんで、ちょっとセーブしていただくと。ハーモニカの魅力っていうのはどういったところにあるんでしょうか。どこへでも持っていける、手軽に皆さんと楽しめる、そんな感じですかね。あの実際にレッスンを始めるにあたって、どういった曲を練習していくんですか。教科書がありまして、こういう曲がありまして、はい、あのこれに沿ってやるとあのとっても手早く上手になるという、うん、ハーモニカの教科書があって、これじゃなくて自分の好きな曲を吹きたい方はその好きな曲を練習してます。そうですか、はいはい。先生がレッスンするにあたってどういったことを、注意しながらレッスンをしてらっしゃるんでしょうか。その方その方に合わせて、ゆっくり丁寧にやってます、うん、そうですか。じゃあ全くの初心者の方とも全然問題ない、ね、はい、ソデミからやる方多いです、うん、はい、そうですか、はい、いや逆に経験者の方がいらっしゃっても全然大丈夫ですかね、はい、はい、経験者の方はそれなりにやってます、うんうん、そうですか、はい、わかりました。こういうにちょっと伴奏聞こえますでしょ、うん、であとはいろんなやり方あるんだけど、アルペジオですね、アルペジオもあの舌を使ってやるんです。生徒さんっていうのはどういった方がいらっしゃいますか。今はでも若い方からご年配の方まで様々ですね、うん、そうです、女性の方もいらっしゃいますし、うん、そうですか、はい、はい、全くそのハーモニカ吹いた、まあ、吹いたことないっていう人いないかもしれないんですけど、全く初心者の方とかも全然、はい、あれですかね、問題なくそうですね、スタートを始められるできますね。ブルースハープというのは普通のハーモニカと、はい、なんか違いってのあるんですか。大きな違いとしてはブルースハープっていうのはドイツにある、楽器メーカーの商品名です。あ、そうなんですか、はいはい、でそれがアメリカで大ヒットをして、それからアメリカンミュージックなんかと一緒に日本に入ってきたので、この小さいタイプのハーモニカのことを割と総称としてブルースハープっていうふうに言われるんですけれど、他のメーカーさんは残念ながらブルースハープって言えないので、うん、一応正式名称としては吹き口が10個しかないのでテンホールズハーモニカっていうような呼び方をしております。で大きな違いとしては、こちらの、テンホールズハーモニカは、和音で、アプローチするようにっていうふうに、少し低音部の音の配列が、変えられてます、うん、そうですか、はい、じゃあまずは単音で、こういうメロディーが出ますっていうのを吹いてみたいと思います。でこれにちょっとしたテクニックを加えると、吹き口がたくさんあるので口をたくさん開けば和音も出すことができます。よくブルースなんかで使われるような、バンプ奏法ですね。これは和音でリズムを刻む。という形でいろんな演奏が楽しめますので、ぜひ皆さんも、こちらのレッスン通ってみてください。